杉菜の成分とその効用って。杉菜には様々な効用が秘められていて、大昔から利用されてきた野草の一つ。湿った土地を好む強力な薬草である杉菜には、立ちの悪い雑草でもあり、農家にとっては悩みの種。ここでは、そんな杉菜の成分と効用についてしっかり解説。絶対チェックを。杉菜の使い方。杉菜の使い方には、いくつかのバリエーションが。煎じ茶として、他の煎じ茶同様、1カップの沸騰したお湯に対して、杉菜大さじ1杯の割合で、苦味があるので、蜂蜜で甘みをつけても OK。鎮気剤として、自然商品を扱うお店で購入可能。外用薬として利用。お風呂で、杉菜を水につけて13時間寝かせ、その水に足を30分浸す。カプセル状で、薬草を使った商品を扱うお店で購入か。クリームやジェルとして、セルライトに対して使われる。1日に1回塗って、肌に完全に吸収されるまでマッサージ。シャンプーとして、煎じ茶よりも濃い汁を作り、普段使うシャンプーに加える。週に2回これを使ってシャンプーする。杉菜を飲用する際の効用。杉菜の効用は多種多様。ここでは、その中でも特に重要なものを解説。利尿作用。尿の生成を 30% もアップし、余分な水分を排出する助けに。例えば、お腹周りに溜まった体液を排出して減量するのに効果的。他にも以下のような症状に効果的。体液循環の滞り、肥満、尿酸の出過ぎ、関節炎、痛風、さらに泌尿器の様々な病気の予防対策に効果的。腎臓結石や男性の前立腺の病気の確率を下げる効果が。止血作用。杉菜に含まれているペクチン酸とも食脂酸が血を止めるのに効果的。使い方は、子宮からの出血、鼻血、血尿、不正子宮出血。骨の強化。杉菜に含まれているケイ素が骨を健康に。骨折した後や年配の人などにおすすめ。杉菜を摂ることでカルシウムが骨に定着、またカルシウムを長く保持するのを助け、骨を強くしてくれる。さらに、運動や力仕事などで腱が切れてしまうのを予防する効果もあり。うつぼ体断裂、筋肉の腫れ、脱臼などに効き、女性の更年期の骨荒れ症状の予防にも効果的。髪と爪を健康的に。ここでも杉菜に含まれるケイ素が鍵に。脱毛症や老けを予防。また爪を強くして成長も促進。杉菜を外用する際の効用。杉菜を外用薬として利用すると、以下のような効果が。
皮膚のトラブルを改善。湿疹、皮膚の炎症、その他にも様々な皮膚のトラブルに最適なのがスギナ。また治りにくくなかなか塞がらない傷にも効果的。目のトラブルに効果的。この薬草は、目の腫れ、物もらい、結膜炎をはじめ、目の痛みや傷など様々な症状に効果あり。その抗炎症作用は家庭療法としてとても効果的。また、緑内障、近視、乱視にも効果が。女性のかゆみ、腫れに。デリケートな部分の腫れ、かゆみが気になる女性には、スギナを使った下半身浴がおすすめ。その成分が症状をすぐに改善。また、特に出血を伴う時にも効果的。老化を防ぐ。スギナには抗酸化効果もあり、若いうちからシワ、特に顔のシワができてしまうのを予防。その再生作用が目や口を動かすことで深くなっていく表情じわを薄くしてくれる。ダイエット、セルライトに効果的。スギナの2種類を使ってマッサージを行うことで、塊になってしまった脂肪を減らすことが可能。また、その脂肪減少効果のおかげで、ウエスト、もも、お腹をすっきりさせる効果も。スギナの副作用と毒性。様々な効果のあるスギナ。しかし摂りすぎると体に悪い危険性のある成分が含まれており、注意が必要。スギナの副作用には以下のような可能性が、消化不良、頭痛、緊張、食欲減退、筋肉減退、胃粘膜の荒れ、不整脈、バランス感覚の崩れ、心拍が速くなる、消化器官のトラブル。スギナに含まれているオキシトシンが、早産を起こす可能性があり、少量のオキシトシンは、お産のスピードを速めたり陣痛を軽くするのに使われる、妊娠中の女性と授乳中の女性は使用しないように。スギナは、内容の場合は4週間、外用の場合は6週間以上使用を継続することは避けて。また、もしも副作用が現れた場合は、スギナの使用をすぐに止めること。